はい、どうも皆さんこんにちは。 5M インストラクターの高谷です。やっとこの日が来ました。ずっとちょっとやりたかったことやったんですけども、ようやくなんとか、YouTube の方を、配信できる準備ができました。記念すべき第1回目の配信になります。ってな感じでね、始めていきたいと思うんですけども、まあ、体操の動画に関しては、まあ、今までもね、あの 5M の YouTube チャンネルたくさん上がってますので、そっちをご確認いただけたら、ご覧いただけたらなと思うんですけども、まあ私の方からは、まあ、今まで、経験したことを生かして、まあ、何か皆さんの、まあ、役に立ったりとか運動能力向上、お子様方の力になれたらなというふうに思いまして、まず、第1回目の企画として、ボール投げをやりたいと思います。で、まあ、簡単になんですけど、まあ、この辺ですかね、この辺に、私の今までの、経歴を、載せさせていただきました。でもそこまで細かくは載せてないので、ちょっと興味持っていただけた人がいたら、聞いていただけたらと嬉しいと思います。聞いてやってください。こんなんですけども、はい、よろしくお願いします。はい、まあね、二次進行でね、皆さん、いつもお声掛けいただいてますんでね、もう少しでも、私に興味を持っていただいた方が、こんだけでもおられたら嬉しいなと思います。はい、ではもう早速なんですけども、ちょっとずつ、解説ね、まあまあシリーズ化ちょっとしていこうかなと考えておりますんで、まあお家の方でも、まあ柔らかいボールでしたら簡単にできることを、皆さんにお伝えできたらなと思いますんで、よかったらやってみてください。はい、では行きたいと思います。はい、では早速やっていきましょう。では初めにね、ボールの握り方なんですけどもね、画面上に2枚の写真を並べさせていただいております。で、左側の、丸、しっかりボールを握るっていうことなんですけども、やはり、ボールを投げるときには、しっかり、指でしっかりボールをつかむように、して投げた方がいいと思いますので、しっかり左の写真のようにボールを握るようにしましょう。反対右側ですね、よくドッジボールとかで手のひらに乗せて投げるという風にあるんですけども、まあ、ボールの大きさにもよるんですけども、まあ、手のひらに乗せるよりかは、しっかり左の写真のように初めはボールをしっかり握るということを、やっていただけたらいいかなと思います。はい、続きましてボールの柔らかさということで解説進めていきましょう。動画をご覧になっていただいていると思うんですけども、まあ、しっかりね握れるような、柔らかさのボールが一番望ましいかなと思います。で、先ほどの、写真でもね触れたように、まずはしっかりボールを握るということを、重点的にやっていただきたいと思いますので、頑張ってやっていきましょう。では次はある先生の登場です。どうぞ。バセーンということでね、大人気の栗木先生登場してくれました。栗木先生もね、小さい時に、野球をやっていたということで、今回撮影の方に協力してくれています。では動画の方解説やっていきましょう。まあお気づきの方もおられるかと思うんですけども、あれ膝つきでやってますよ先生、みたいな、声がちらほら、聞こえてきます。膝つきでねやると、体がね、上半身だけになりますので、ボールをしっかり投げるということができるようになります。なので、私は、膝つきを、推奨してやっています。で、しっかり、まあ、ボールを下投げでまずはいいので、前で離すということですね。今の動画のように下に投げても上に投げていただいても構いません。
で栗木先生がね今体の前で大きく円を描くように手を広げてくれてるんですけども、こういう風にここに投げますよということで、的を作ってあげるということも、とても大切になってきますので、よければぜひこれもやってみてください。ぜひね親御さんとね楽しみながらやってみてください。おーナイスキャッチ、危なかったね。こんな感じで楽しくやっていってください。はい、では最後のね動画の解説になります。先ほどの動画はね、対角上に、対面で投げる練習方法でしたけど、今回ちょっと横向きで、まあ、こういった形で下投げでですね、まずは投げてもらえたらなと思います。今まあゴロを転がしてるんですけども、あれでも OK です。はい、またふざけました。はい、で慣れてくれば、またこういった形でね上から投げる、まあオーバースローっていうんですけども、まあこういった形で上から投げて、あ、まだやってますね、あ、やってますやってます、はい、ふざけました、決まりましたね。はい、まだみんなでやってみてください。はい、ではね、皆さんどうだったでしょうか。しっかり棒投げやっていただけましたか。ね、まあ簡単に家でもできることということでやらせていただきましたけど、ボール投げをしていただく感覚なんですけども、まあ初めなんで、まあ、2メーター3メーターぐらい、間隔を空けていただいて、膝つきでやっていただくということで、で、もっと近くでもいいと思います。まあ1メーター半ぐらいからスタートしていただいてもいいかなと思いますので、ぜひ皆さんもやってみてください。であとね、まあ、授業の中でなかなかね、やっぱボール投げっていうのは、まあ、例えば西人口でしたら、まあ、年に数回程度しか、まあ、行わないので、まあ、今回の動画はあくまで私の経験を、まあ、生かして皆さんにちょっとでもね、運動能力向上などに役立てていただけたらなと思って、作成させていただいておりますので、まあ、他にこういったやり方があるとか、まあ、いろいろそう個人差あると思うんですけども、そういった点とか、まあ、ご了承いただけたらなと思います。最後にね、少しだけちょっと、告知をさせていただきたいなと思います。現在、私が、勤めている 5M 西人口なんですけども、西人口以外にも、こちら本校、上勝楽校、洛西口校、そして西人口と4校で、5M 体操教室、現在、体操教室として、活動させていただいております。で、各校でですね、また無料体験の方できますんで、この動画を見ていただいて、まあ、少しでも興味を持っていただいた方であったりとか、これから体操を始めてみようかなとお考えいただいている、親御様であったりとか、ぜひまた無料体験お待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。5Aのね、詳細については、ホームページの URL を、概要欄にまた貼らせていただいております。でもし、まあ、ご体験ご希望の方は、ご体験フォームということで、お手数なんですけども、お手持ちのスマートフォンであったりとか、パソコンからですね、ご入力いただいて体験フォームの方を送っていただきたいと思いますので、同じ概要欄にですね体験フォームも、貼らせていただいておりますので、そちらから、もうお申し込みの方よろしくお願いいたします。では次回もお楽しみに。レッツチームネスティー。